皆さんこんにちは。今日はトナカイさんを作ります。まずバルーンを60センチくらい膨らまして縛ります。バルーンを揉んで柔らかくして3センチくらいでひねります。口巻きをひねったところに持っていって潰しながらひねります。ここが花になります。またバルーンを柔らかくして5センチくらいでひねります。ここが顔になります。また3センチでひねって折ってちょっと引っ張りながら潰してひねります。潰しひねりです。もう一回3センチでひねって折って引っ張りながら潰してひねります。潰しひねりです。これが2つの耳になります。トナカイさんの顔ができました。残りのバルーンで首と前足、胴体、後ろ足、尻尾を作ります。まず首をひねります。次に前足です。ひねって折ってサイズを合わせてひねってひねり合わせます。胴体です。ひねります。足をひねります。折ってサイズを合わせてひねってひねり合わせます。残りが尻尾です。尻尾の先が余ってしまったので尻尾を押さえてハサミで切ります。縛ります。縛ったところを尻尾の付け根に持っていって潰してひねります。潰しひねりで可愛い尻尾になりました。はい、トナカイさんの形ができました。次は角を作ります。160という極細バルーンを30センチくらい膨らまします。縛ります。トナカイさんの耳のところに合わせてみてひねってバルーンを揉んで少し柔らかくして耳と耳の間に角のバルーンを挟みます。左右の角の長さを合わせてひねって余った部分を切ります。縛ります。縛った先を短く切り取ります。角の形を整えたらトナカイさん完成です。目のシールをつけたりマジックで顔を描いてもいいと思います。ぜひサンタさんなどとセットで作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったら高評価をよろしくお願いします。それではまた他の動画でお会いしましょうね。